セリーヌ。
そんなに大げさにしなくてもいいじゃない。猫でもないのにそんな状態で寝転んでるなんてね。それにミルク漬けになってるし。私のせいじゃん。
来たみたい。よく読めないけど、仕事用のメールボックスだわ。契約の件は日曜日に話しましょうよ。仕事ばっかりで朝。Thank you.
わけないでしょ。いきなりどうしたのよ。言わないで。本格的な治療はいらないと思うけど、専門家に相談したら少しは楽になるかもしれないじゃない。まだクビになってないわよ。まあまだ慣れてもいないけど、新しい仕事は面白いけど本来求めだから、月末には残業が多くなるかも。あ、夜にはカップ、Bさんもそうしたら。とにかく新鍵を誰にも渡したりしないか。まあずっと二人で、もしかしたら。
私以外誰がいるのよ。ごめんね、今すごく不安でバカなこと。今邪魔し、よかった、朝ごはんの時ごめんね。ううん、私たち疲れてるからもう喧嘩はしないよ。今夜どこか行く？買い物とか。どう？部屋にじっとしていると変になっちゃうわ。行くってことね。代理店から、大丈夫？主人は食べもせず眠りもしないで仕事を頑張ってるので。必ずそうでしょ。分かったわ。そもそも電話に出るように頼んだのはあなたで。大丈夫よ、また電話取るわ。応援したいからね。つまり今、資本主義って…分かってる。それで？どうかしら？まるで神様が私たちに。待って、着替えて。え？クーポンどうしたの？メールで送るね。
ブロッコリーか芽キャベツ。大丈夫？両方いろいろあった方が人生楽しいわ。ほとんど黒髪に近い。どう思う？だってイメチェンは大事じゃない？そう思わない？それに家中にそう
そんなに長くないけど、そこのぐらいだから。配達員、あら、そう。かもしれない。そしたら、これはね。私を探してたってこと？怖がらせないでよね。もう、ほら、こんなに粉々になっちゃ、本当にどうしようもできない。ねえ、寝て、でもそうしたら、ドアのまんま、ホープは定期を忘れてったから、会っちゃったらどうする？あれ？ホープだ。もう戻って、すごくいいタイミング。こんにちは。
の受講生にいるでしょ。ソフィーって子にすごく感心してたの。頭のいい子が好きでしょ。ソフィーは頭が良くて美人。そしたら、本当に？しても何も変わらないじゃない。私のことは今でも愛せないんでしょ。分かりきったことじゃない。私のことあなたがどう思ってるかぐらいもううんざりしてるんでしょ。今私を触るのも嫌でしょ。
私がどれだけ頑張ったところで何も変わらないじゃない。認めたらどう？図星なんでしょ、イース。便利だったから利用した。ただそれで利用しがいのある便利な肥料は、そうやって便利な存在を使うだけ。
を持ってたのよ。ずっと待ってたの。あの人が全部持ってるのよ。なんで？なんでこんなことしたの？あなたを殺さなきゃ。絶対よ。わかる？その前に白状しなきゃいけないこと。メールを読んだ。あの窓の件の後で読まなきゃ。メールのおかげであの人の住所が見つかった。黙って。緊張しないで。頭を怪我してるんだから、力を入れると失神しちゃうわ。まだ話途中だし、情報共有は大切よ。ローラも役立つって言ってたし、本当かはわからないけど、役立つかな。いい。近くに車を止めて待ってたの。長い時間待って、そのうちあなたが来ると思ってね。あの人が行ったり来たりするのは見えたけど、あなたまさかと疑い始めたけど、ついに来たの。あんたはやっと来た。すごく疲れたわ。嫌われるかもしれないけど、白状しなきゃね。でもそれってすごく。嘘は大嫌い。もう疲れたわ、イーサン。なんでこうなったの？私はね、負けられないのよ。負けるなんて考えたこと。私、頑張っても頑張っても無理。子供の時、お父さんがプール泳げなかったけど、お父さんは私、小さな可愛いクマの巨大な、レッスンが終わっても、私は何をしていい？でもお父さん、それで、唇、コーチが私を水から引き、あの時からまだ変わって、私は常に最高の存在。唯一無二、そうでなきゃいられない。イーサン？怖いよ、すごく怖い。大好きだ。
セリーヌ。
そんな猫でも、それに、み、これって全部。どうした？なん、たぶん見かえで、年月が経つにつれて、でも幽霊になる子、幽霊になるま、あれだとしたら、
耳をちょっと最高の歌を歌うよ。そうで。バカ。もう遅いよ。
仕事契約し、はい、来ないの。いきな、オフィスにいると、でも毎月も、だま、ちょっとちょっと落ち着いてね、仕事が気がおかしくない、いいわね。専門家まだく、まあ新しいだから、まあいい、とにかく鍵を誰、まあも、とにかく少なく心配、どんなに今からいて、まあ本当いいな、もう後でね。私ごめんね、よかった、朝ごはんの時ごめんね。うん、私たち今回もの部屋に行く、え、私じゃあ、それどうか、まるで待って、え、どうしたの、おメールで、ブロッ、いろいろ、you
ほとんどだって、それそんなにこんだから、招待されたの。招待。
セリーヌ。